カメラはこちら、いつも愛用しているソニーの RX100M7、 そしてその他の機材なんですけども、こちらマンフロットのポケット三脚、まあ、S サイズも持っているんですけども、やっぱりね、足の強度が全然違うので、こちらミラーレスにも対応している L サイズをいつもこんな感じで折りたたんで、まあ、ポケットに、薄くなりますのでポケットに入れていつも持ち歩いています。はい、そしてこちら RX100M7 には、まあ、内蔵の ND フィルターが搭載されていないので、こちら可変式の ND フィルターですね、こちらを持って行っています。回転させると5段分の効果が得られる可変式の ND フィルターです。商品はあの西のものになります。こんな感じで一番最初から最大に持っていってもストッパーがかかっているので、まあ、回しすぎることがないという機能もついてますので、まあすごくね、便利です。はい、ではね、これらの三脚 ND フィルターを実際に RX100M7 に取り付けていきます。はい、ではね、こちらのポケット三脚なんですけども、はい、こちらですね、裏面に三脚ネジのネジがついてまして、まあ、カメラによって位置が異なりますので、それに合わせてつけることになります。それでは実際にカメラにつけていきます。こちら三脚つけるときは10円玉などのコインが必要になっていきます。はい、カメラにつけるとこんな感じになります。はい、折りたたんでそのままつけて持ち運ぶことも可能です。ちょっと重たくなりますけども、はい、そして最後に ND フィルターつけます。これであの ND フィルターつけるときに、こちら別売りの RX100M7、 そして M6 用のアダプターをつけておりますので、そちらはちょっと別途購入する必要があります。はい、実際につけるとこんな感じになります。